金山孝之の部屋、今回ボリューム28ですかね。まずは、1月10日水曜日ですね。1月10日の水曜日、今年に入って一番最初の金山剣術稽古会の稽古の日だったんですが、その日にふとそのある原理を見つけたんですよね。力の通し方、まあそれはもうその日の後名付けて、これはこうこうこうで、その助立ちになってるなと、体が体を助立ちしてる、もっと言えば相手と触れ合ってる接点、接触面に対してそこはもう何もしないように、危ないから引っ込んでなさいと、張り合わなくていいですと、戦わなくていいです、何もしなくていい。だけどその接触してない面のところ、面といいますか、接触してないところが接触しているところを助けていこうと、まあそうしたことから、まあちょっと名前がね、適当なのが思いつきませんでしたので、助立ちの原理という、まあ原理なのかどうかというところはありますが、助立ちしようと、接点を、相手と触れてる接点を助立ちしようという、まあそういう体遣いですね。まあそれに気がついたんですよね。でよくよくこういうことは思い過ごしということもあるんですが、まああれから月日じゃないや、日にちが経ってですね、まあいろいろ試した結果、ああこれは気のせいじゃないなと、その動き出しの力の通りが違うんですよね。まあこれは本当に不思議で、その別な何か特殊な操作をしてるんではなくて、本当にそういうふうに思うっていう、思いが働きを無意識的に整えてくれてるとしか思えないんですよね。でもそうした能力っていうのは皆さん持ってるもので、例えばこのカップの重さにしても、どのぐらいの重さかっていうのをある程度見立てを持ってますから、ちょうどいいところで持てるんですが、これが自分が思ってたカップの重さよりもはるかに重たいものでしたら、そのつもりで取ったら、うっとこう指先とかね、その手の持った時の予想してた力加減と違うところに違和感を感じる。それは軽い場合もそうですよね。自分が勝手に想定してたカップの重さと違う重さ、その瞬間にあれっていう感じが来ると思うんですけども、その勝手に予想してた見立てと言いますか、そこにもう力加減とか、その力加減を働かすための流れとか、そういう配分がなされてるんですよね。ですから勝手に働いてるところっていうのがあって、それはもう自分で操作しようとか思うよりも、こう具体的にね、こうしようなんていう働きを考えて実行するよりも、あ、これはこう、ここがこうなるんだという思い込みだけで働くところが場合によってはあるんですよね。だけどそれができるには、ある程度専門的動作を修練してないといけないと、いうことだと思うんですよね。で、その動作に熟知して慣れていくこと、その結果、かなりの部分までのその動作における動作に関連する見立てが立ってくると思うんですよね。それができた時に、ある段階において思いだけでその見立ての立て方を勝手に変えてしまうということができるようになるんじゃないかなと思うんです。思うことで体がそのように勝手に整えてくれることが
あると、計算してくれてるところがあると、それを生かすにはその働きを生かさない、邪魔してしまうような思い違いというか、余計なことを考えすぎないってことでしょうね、きっと。それに蓋をしてしまうような、だからそのまあ歩くにしても走るにしても自転車に乗るにしてもカップを持つにしても余計なことを考えない、あ、これを持とうということだけを考えてれば自然とそれに合った動きになるんですけど、これをどの角度で持ってどのぐらいの重さが来るから大体その辺の準備をして関節をどのぐらいに使って全体の姿勢を考えてなんてやるととてもスムーズにはいきませんからね、あのぎこちないということになりますので、まあ、あのそうしたことなんでしょうね、きっと。難しいことをやっていく、やっていくための術といいますか、やり方は、それをいつまでも難しいと思い続けずに、あれをやりたいという思いを強く持って、あとはまあそれに関する基礎的な動作とかをよくよく考えながらやりながら、ある種全面的に考えから離れて動いてみる、そこで何を感じるかとか、何ができたか、何を実感したかっていう、そこを信じて考え方を改めて取捨選択していくということなんでしょうね。そこでその先日ブログにも書いたんですけども、あ、これは部屋の動画でも言葉でお伝えした方がいいのかなというふうに思ったんですけども、稽古における考え方なんですよね。よくその、まあ昔から言葉で聞いてたことでね、考えなきゃいけないし考えてもダメだという、そういった言葉を聞いたことがあるんですけども、じゃあどっちなんだと。だって考えなきゃいけないでしょ、でも考えてもダメなんでしょっていうことですからそれはでも稽古をやってて実感として確かにその両方はあるなというおぼろげなものはずっと何年も持ち続けてたんですけども、ああそれがある時に言葉にパッと出て、自分でその帰りの駅のホームでね、ああそれは考えてもダメだし考えなきゃいけないし考えてもダメなんだっていうことのより具体化されたことなんだと思ったのは、稽古において考えなきゃいけないことって当然ありますし、だけどある段階においてもうそれは考える必要はないでしょうという段階が訪れますよね。その時にいつまでもそのことを考え続けていきますと他のことが入ってこないんですよね。入ってくるその扉を閉めちゃってると、だからその扉を開けて入ってくるようにするにはもう覚えたこと分かっていることは考えないようにしましょうと、じゃあ何を、じゃあ今まで考えてたことを考えないようにして何を考えなきゃいけないのかということを考えなきゃいけないんですよね。堂々巡りみたいになってますけど、だから今まで考えなかったことを考えるという習慣、それが稽古の中で必要になってくる。その段階を繰り返していく、その周期はその人、そのタイミング、その稽古の内容によって様々だと思います。その日のうちにもうそれは考えなくていいことになるかもしれませんし、しばらくそれを考えなきゃいけない日が続くことになるかもしれません。ですのでまずは覚えることを考えます。初心者の人はね、まずその動き、動作、姿勢、手順、そうしたことをまずは覚えるということを考えますが、覚えたらその考えはもう捨てなきゃいけないと。覚えたことから何を実感できるか、何が得られるか、そこに考えを巡らしていく必要があるということですよね。ですから覚えるということはその考えにステップアップしていく、向かわせる、思考を向かわせるための覚えですよね。ですからそれはゴールじゃなくて
始まりの本当に初歩の初歩のところですよね。何かを覚えるということはね、うん、ですからまあ、生徒の、ね、方々も見てくださってると思いますけども、まあ、長く長年同じ動きを取り入れてる稽古があります。例えば剣術であれば正面切りであったり袈裟切りであったり水平の胴切りであったりは繰り返します。ですけどそれはその、シンプルな一瞬の動きなんですが、それを一つの金と言いますか、お金の金じゃないですよ、身の金とかの金、自分の中の基準、一つの基準、感覚をつかんでおいて、その感覚よりも次に考えて試したこと、実感を得ようとしたものが上になるのか下になるのか、その一つのバロメーターとしての基礎稽古というものがありますので、その中で一定の自分の中にある感覚、見立て、想定している見立てのラインよりも自分が考えて実行したものが上に行くのか下に行くのか、そこを考えて稽古していくんですよね。ああ、見立てよりこれ上にあるなとなると、おそらくその時の実感というのは心地いいと言いますか、何か、うん、まあ心地いいという言葉しか今の私は想像ができませんけどもね、違和感があるとかちょっと不具合嫌だなっていう下になっていくような実感とはまたその逆ですよね。そうした実感を自分で得ていくための考えというか思考というか取り組み方にしていかなきゃいけないんですよね。ですから最初の手がかりは指導者の言っていることを聞いてやる必要がありますが、ある段階においてはその言われたことだけをやっても自分の中の考えと一致しないこともある、見立てと一致しないこともあるかもしれませんのでね、上達するっていうことは結局自分でそれを取り入れていかないといけませんので、言われたことをやって上達する、その瞬間にはいできました上達しましたってことではありませんのでね、ただ表面的に同じようにできたということであって、自分の中にあるもの、まあ実感であったり感覚であったり、うん、一つのその金基準を上に上げていくための稽古として、自分でそのそこに考えを至らせていく、うん、自分で基準を上げるための考えということになっていくんでしょうね、きっと。うん、ですから稽古に臨む取り組む時の考えっていうか準備というか、体もそうですし心もそうですし、頭の中のいろんな、うん、準備というか、ああさあ稽古に行くぞと、どういう考えに自分が始まった瞬間に向かっていくんだろうと、それは自分自身も分かりません。やり始めてふとそういう考えに自分が向かおうとしてる瞬間がありますよね、うん、でそれを絶対に止めない、生かせる、そこにね、その考えに生かせる。そうすると、あ、意識的には何にもそんなこと想定してなかったけど、どっか無意識的にもっと優秀な自分の脳の中にあるどっかの部分がね部門が、その部門が先回りしてそのことを関心を持ってるんだと、それは 何らかの因果がそこに、その日その瞬間その時に、ああついになんか突然不意にそれをやり始めようとしている自分がいる、ある。でもそれは何らかの因果ね、何かを見た聞いた感じた、それがちょうど今のタイミングに訪れたということもあると思いますので、そういう不思議な、なんでこんなこと考えて、でもやってみたらそういうことが気づきを得たとかね、考えが至ったということになりますので、うん、そこを信じてやるということでしょうね、きっとね。うん。そのための状態づくりというかね、ナチュラルな、自然体でいる自分の心の中のモヤモヤとかね、余計なことを考えずに純粋に
どういう気づきがあるだろうと、稽古の中でね。そういう状態で道中向かって道場に入って稽古に取り組むっていう準備ができてれば、それは訪れやすくなると思うんですよね。うん。それを純粋に持つということでしょうね、その気持ちを。そうすれば自然と、まあ礼儀作法であったりね、人としてどうであるのかとか、そういうことは後からついてくると思うんですよね。うん。はい。ということで、まあ割合ちょっと 喋ってしまいましたけども、今日の動画をお伝えしたいと思います。ではどうぞ。バッドイズの広報好きが昨年、これも昨年の11月頃かね、やっぱそのぐらいに少し変わりました、つまり体を開いて使うというよりは、こうしてこうまた行くというよりも、最初からもうこう行きましょうと、こう行きましょうと、体の使い、まあ、流れなんですが、最初はその体の開きっていうのは右半身左半身を練っていくためには必要なんですけどね、昔はこういうふうにして、こうここで体の開きが出てるね、それでこう入っていくんですけど、それを改めて右半身をこっちに向けてあがりに行くんですよ。こう行く。これは昔やろうと思っても軸足に一旦乗るから良くないなと思って、取り入れなかったんですよね、昔は。ここでね、それがこう止まらずにスッと流れていくように自然となったんですよね。それでまた、ああこれは試した時にね、採用しようと思って、この時にこう、あっ、簡単なようで難しい。前の方がやりやすいと思う。ここでね。でもここでやっぱりね、ここの踏ん張りが出るんだよね。踏ん張るってことは、そこに腰も加担してるから、腰も重たくなる。で、これは昨年から腰が重たくなるってことがすごく良くないなと、違和感があるなと、やった感でしかないなっていうことに気がついて、腰が軽くなる足使いをやり始めて。まあそれで今の広報付けをやった時に、あ、こっちの方が腰が踏ん張らずにスッと流れていくんだなということに気がついた。だからもう体の開きは腰の踏ん張りが出るのかもしれない、もしかすると。それでこうバッドイズ全般、体を開くっていう、極力体を開かない使い方になっていったんでしょうね、腰を踏ん張らせないためにね。これをこの瞬間踏ん張ってますからね。こうしないためにはやっぱりこうなるんですよね。それがまず一つの気づき。そこから他のバット術、後ろに行ったり反転していく系統のバット術に、応用していったということですね。ちょっとやってみましょうか。じゃあ、墨返しやってみます。墨返しはもうここからですかね。からになります。という感じでね、やっぱこう流れいいので、まあいろんな位置が安定してできるようになったんですよね。ですから、動きの流れ、それが今後の、私がやってる抜刀術であったり、他の杖術、剣術であったり、体術であったりの一つ、与えられた課題だと思っております。そして次の お話に行きたいと思います。今日の一人。今日の一人は俳優の佐藤さんをご紹介したいと思います。ゴールドキャッスル、タテアンド剣術スクールの、
生徒さんでもある佐藤さんは、2017年の1月8日に、初参加されました。ですから今からちょうどと言いますか、もう1月8日過ぎてますから、丸7年8年目となります。佐藤さんは舞台でも500ステージ以上もう上がられててですね、まあ500ステージって言ったらちょっと僕はちょっと想像がつかない数なんですが、かなりの数だと思いますよね。で、殺陣を続けられる方ってまあお仕事のためとか趣味のためっているんですけども、まあ佐藤さんのようにまあコンスタントにテレビに出演、いろんな役でテレビに出演されている俳優さんが長年続けられるっていうケースは稀です。もうそれは役者さんの多くにプロフィール、仕事をね、なるべく得ていくために自分のプロフィールに特技として殺陣であったり、まあいろいろ音楽で楽器であったりね、いろんなものをこう習って学ばれて自分のプロフィールに加えるためにやられてる方も多いと思うんですが、もう佐藤さんはそうしたプロフィールに加えなくてもコンスタントに仕事がある方ですから、まあ本当に実際にどこまで深めることができるか、それをおそらく演技であったり人としての成長に、佐藤さんはね、殺陣だけじゃなくて剣術、杖術、抜刀術全てやられてますので、そうした中で、純粋に学びとして自分がどのように、得ていくものがあるのかということに関心を持たれて長く続けられてると思うんですよね。ですから前回の平田さん同様に、私は佐藤さんをすごく信頼を持っております。まあこういう方となかなか出会える機会というのはねないですから、本当にありがたいと思ってます。まあこれまでに佐藤さんの舞台を、3本か4本ぐらい見に来ました。ではっきり覚えてるので、まあ2本、横浜で2回、まあいずれも大きな会場ですね、あそこは、そこで見に行きました。3本ぐらいあったかな、ちょっと分かりませんが、でその終わった後に中華街で見に行った、当時ですからゴールキャスの生徒さんですね、何人かと見に行ったんですけども、中華街で中華料理を食べてたら、もう終わってすぐにカーテンコールも終わって、まあそれから本当に数十分後ぐらいに佐藤さんが駆けつけてくださってですね、一緒にさっきまで舞台を見てた人が目の前にいるっていう状況が、まあ大体毎回舞台見に行った後に佐藤さん来てくださいますね。まあそれは本当にありがたいことで、スペシャルなことだと思ってます。でもう一つは三茶のキャラットタワーの中にある劇場で佐藤さんが主役でやられてた、平の友盛役でね出てたお芝居で、ステージが前編斜めなんですよね、舞台装置といいますか、ステージがその斜めになってる上でのお芝居ですから、まあ2時間今日あったと思うんですがね、終わった後に佐藤さんからね、あれは教室でやってる鍛錬稽古、今はちょっとやってないんですけども、カニとかスズメとか言ってた鍛錬稽古が生きてますというふうにおっしゃっていただいたのがね、覚えてますけど、まあお話、木下大歌舞伎、義経千本桜だったかな、あれは僕は泣きましたね、あれほど泣いた舞台はないですね。ですから終わった後に何の感想も言えなかったですね。昔ね、映画で若い頃映画を見て終わった後にこうぼーっと放心状態になることはありましたけども、舞台を見に行ってあそこまでの放心状態になったことはなくてですね、
当にあれはよかったなと思いますね。ですからね、佐藤さんもこれからまた舞台もいつか得られるでしょうし、その舞台をまた見に行くことも楽しみにしてますしね。まあ佐藤さん以外にも私のところに来てる役者さんでね、熱心に通われてる方で、ああこの人の舞台だったら見に行きたいなと、でいろんな人にそれを紹介したいなという方もね、何人か他にもいらっしゃいますので、ね、まあ、そうした方の舞台もこれからも舞台に限らずテレビとかでもね、見られることが、まあ、一つの楽しみですよね。なかなかない出会いですからね。まあですから佐藤さん、まあこれを見てくださってるかどうか分かりませんがいつもありがとうございます。そうですね、まあいろんなクラスに出てくださってですね、まあ本当に俳優さんでそれだけ続けられる方が少ない中で、唯一と言ったら失礼かもしれませんが、まあ参加されてるくださってる方でですね、きっと他の役者さんたちにとっても刺激になることだと思いますし、やっぱりだからこそ長くテレビとか映画とかにいろんな役でねご出演され続けるのかなというふうにも思いますね。やっぱりそれは信頼関係だと思いますから、日々そこのところはね勉強してますね。勉強させられてますね。いろんな方との出会いの中で、はい、こんな感じでいいのかないまいち締まらないんですけどもね、このまあまあ今後の成長としてお許しください。佐藤さんありがとうございました。はい、ということで、まあ今日の一人は終わりますでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。